倫理研究所 USA がお送りするおはようロサンゼルス。倫理研究所とは、生涯学習を推進する会員によって構成される民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から、心技体の充実というお話をご紹介します。日本相撲協会は5月27日、関脇照ノ富士の大関昇進を満場一致で決定しました。大関昇進伝達式では、謹んでお受けいたします。今後も心技体の充実に努め、さらに上を目指して精進いたしますと口上を述べています。照ノ富士関の口上は、日々の稽古に磨きをかけ、心技体を向上させ、関取としてさらに立派な人間に成長していくという決意の表れでしょう。心技体はスポーツ界でよく使われる言葉ですが、私たちの仕事でも目標に向かってチャレンジする中で、心技体をバランスよく高めていきたいものです。職場においての心とは、情熱を持って与えられた仕事に取り組もうとするやる気と、目標を達成するまで継続していくという精神力でしょう。技は技術力です。経験にかかわらず、技量を高める努力は欠かせません。そして体とは、社会人としての健全な体づくりです。朝目が覚めたら、さっと起き、整理整頓などでこまめに体を動かすなど、日常的な行動の中でも高めることができるでしょう。この職場の教養は、倫理研究所の法人会員に配られている非売品の冊子で、毎月175万部発行されています。そして毎月、日本商工会議所発行の月刊誌、石垣にもその一部が紹介されています。この職場の教養を読んでみたいという方は、TJS ラジオまでご連絡ください。毎月5名の方に職場の教養をお送りしております。宛先は info@tjsla.com です。倫理研究所では毎週日曜午前8時半から1時間、朝の集いをトーランスの倫理オフィスで行っています。そして毎月第2、第4日曜日の午後1時から3時の2時間、コンピュータークラス入門編を開講しています。お問い合わせは飯田さんまで、714-717-6209です。今日の心がけ、心技体を高めましょう。